シークワーサー、学名、シトラス・デプレッサ台湾語、サン・キツコ、SNG ・キアットは、未完化の常緑低木、柑橘類。日本語の沖縄方言で、シーは、ス、クワースンは、食わせるの意味で、シークワーサーという名称は、三色足、スクワシという意味になる。シークワーサーの歯と未熟化シークワーサーへ日本の、琉球諸島、および台湾に自生する。 高さは5メートルほど。花期は4月。直径3センチメートルほどの白い花を咲かせる。収穫は7月頃から。通常は花火が緑色の時期に青霧で収穫する。果実は皮が薄く25から60グラムほどで、温州みかんを小型にしたような姿をしている。未熟化は酸味が強いが、完熟するとオレンジ色に色づき甘くなる。 シークワーサーには、複数の品種があり、イシクニブ、フスブタ、タネブと、みかんが、イングワクニブ、ヒジャークニブ、カーチー、カービシー等、13から14種が確認されている。それらを改良した品種として、クガニーがあり、熟すと下皮が黄金色になることから、沖縄地方の方言名で、クガニーと呼んだと言われている。ノビレチンを豊富に含む、台湾や、 東南アジアで栽培されている四季バナとアジア、果実の形状が似ているため混同されやすい。四季バナには、ほとんどのビレチンが含まれておらず、成分検査を行うと、フロレチンが検出されることが判明している。シークワーサーをはじめとするアジアのシママンダリン品種の遺伝子解析を行った結果、このグループは、琉球列島の在来種であるタニブタア 現在も沖縄に生息するアジア大陸のマンダリン・オレンジとの間の複数の後輩から生まれた独立したクローン製の一大雑種のファミリーであることが判明した。この大陸の親子は中国の産種者マンダリンに近縁であるがわずかに分担の遺伝子移入がありそれがシークワーサーに受け継がれた。大陸の親はクローン繁殖する。シークワーサーの子孫も 有生生殖した個別の琉球みかんの親と多数の独立した交配を行っており、時には種子親として、時には花粉親としての役割を果たしている。このような多様な起源に加えて、沖縄にはシークワーサーが自生し、琉球王国最古の歌謡集、オモロサウシにも言及されていることから、交配は自然に行われたと考えられる。日本では、 沖縄県が特産でよく栽培されている。沖縄県ではレモンの代わりに果汁を飲み物や料理、醤油に加えるなどして使用している。絞り汁を泡盛りに加えて楽しむこともある。缶入りやビミ入りの果汁、シークワーサーソーダやシークワーサー果汁入りの缶中杯、乾燥果汁の粉末なども販売されている。シークワーサーに多く含まれる。 フラボノイドの一種、ノビレチンには、癌抑制効果や、血糖値の上昇抑制、慢性リウマチの予防、治療、高認知症効果、高肥満効果があるとする研究報告があり、近年は健康食品として加工され流通している。食用以外では、芭蕉布を織り上げた際に、そのままでは硬い布を未熟なシークワーサーの果汁で、洗浄し、余剰の有機物を酸で溶かして、 柔らかくする用途に利用されていた。また、くたびれた、芭蕉布の再生のために数年に一度、シークワーサーの果汁で選択することもあった。シークワーサーという名称は、沖縄方言に基づくため、発音の解釈によって、表記揺れが激しく、一定しない。食品メーカーや店舗で商品名等にばらつきが、生じている。日本果汁協会では、 シークワーサー表記を標準の表記として協会指導で取り扱っている。日本食品標準成分表における表記もこれに習う。食品表示法に基づく食品表示基準や日本農林規格においてはシークワーサー,ーと表記され、特産果樹生産動態等調査でもこの表記を主としている。沖縄県中央卸売市場の発行物ではシークワーサーと 表記されている。ウィキメディアコモンズには、シークワーサーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。